どうも、ゆうチャンネルのゆうです。本日は五条先生の SPM、 こちらのフィギュアが出ましたので、こちらの方を撮っていきたいと思います。それではやっていきます。よろしく頼むぞ。はい、そしたらですね、五条先生の SPM のフィギュア、こちらの方をやっていきたいと思います。そしたらまず1手目は奥を右寄りでしようかなと思います。まず初手がちょっと大事なんでね。うわー、めっちゃ動きますね。全然いいです。そしたらですね、2手目は手前を左寄りでやっていきたいと思います。ここで横ハメにしていきたいですね。ああ、いいですね。全然いい、すごくいい形になりましたね。そしたら次、奥側を、右アームをかける形で、ああ、ちょっと動き悪かったですけど、全然動いとるんで全然いいですね。そしたら、次、手前を、まあ、出とるところですね、両アームでかけていきたいと思います。かかるかな。あ、かかった。うん、大丈夫。よし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 、オッケーオッケー。そしたら次は、そしたら手前ですね。手前の方を左詰めてかける形で間に入れていきたいです。うまいことかかるかどうか。よし、いいです。オッケーオッケー。うんうん、全然全然いいよ。そしたら奥を右爪でやっていきます。ここで手前にちょっと、ああ、ちょっとあれかな、ちょっと変な方向になったんですけど、まあ奥寄りで、左ギリギリや。よしよしよし、いい、オッケー。そしたらこれでもう横ハメで奥を両爪でかけていきますね。これでいけるかな。これで持ちが良かったらいけるはず。いけ、よしよしよし、あー、オッケーオッケーオッケー。いやー、早かったですね。そしたらですね、 SPM の五条先生、こちらの方ゲットです。はい、そしたら、ね、次シャーマンキングの朝倉陽ですね、こちらの方をやっていきたいと思います。あ、真ん中あたりね、やっていきますね。はい、強いですね、普通に。そしたら次、手前を右寄りでちょっとやっていきたいと思いますね。これでどう動くかですね。あ、強い強いけど、まあ、どうやるな。次、左寄りの手前でちょっとやりますね。これでどんな感じで動くかですよね。あー、全然余裕で動くっすね。まあ、そしたら次、右もう手前寄りでしてみて、もうちょっとシャーマンキングで正直僕あんまりわからんもんね。ちょっとやめようかなと思います。まあ、これでうまいこといかんだらもう、あー、ちょっともう帰ろうかな。ちょっともう帰りたいんで帰ります。それでは、はい、そしたらですね、本日は五条先生の SPM のフィギュア、こちらの方がね、1体取れましたんで、うちに帰って開封していきたいと思います。それでは開封していきます。はい、うちに帰ってきたので、SPM の五条悟、こちらのフィギュア開封していきたいと思います。はい、上の方を開封していきました。こういう形ですね、きっちり入っております。
さすが五条先生ですね。はい、物を出していきました。まあ、形でちょっと、守られとるっていう感じですかね。はい、組み立てていきました。いや、普通にかっこいいです。正直めちゃくちゃかっこいいですね。そしたら本日の動画はこれで終了したいと思います。少しでもよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。